はい、皆さんこんばんは。今日も妖帝町しるべ研究塾、今日は第23回、年忘れの縁ということでね、なんかおせち料理も出るようなんで、今日も楽しみにしております。限定発売 限定発売、か夢、あ、これ夢絆って言うんだ。夢絆、あ、ランコシ、おお、なるべくね。これが小樽の田中酒造と蘭越町でコラボしてる。これ何、今日花もあるじゃん。これな、な、誰が結婚式やるのこれ。俺花屋だから。本当は今日忙しくてね。ああ、そこそこそこ、先週やってなかったんだけど。いや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 、今日はもう大宴会ということで。いや、こんな大宴会初めてだな。これはなんと、きのこに鮭にサラダ、ごぼう、ごぼうだね、これなんだ、豆、これはなんだろうな、よくわかんない。これはなかなか美味しいです。今日はまっかり村、ゆりきんとん、るすつ村、長芋しいたけの、それから遠谷村、なんだ、かずのこ、ひたし豆、京極町、紅白、たこなます、なるほど、くっちゃん町、短尺サラダ、ニセコ町、たたき、なんだこれ、読めねえじゃねえか。ごぼうだ、お酒、イメビリブカ、お豊村町、ホタテ、新徳町、これ、エゾシカ肉、エゾシカジンギスカンか、すげえな、今日は。最初のうちはほら、パブリックが悪いんだよ。そっか、疲れちゃうかもしれない。見ちゃダメ。あ、見ないで。あ、見ちゃダメ。見ないでね。見ちゃ見ないでよ。他は。はいはいはい。これ一個一個聞いて、見ないで。一個。はいはいはい。見ないでね。なんか、なんか江戸時代これ。はい。江戸時代のなんか。うん。小説に出てくる。はい。そしたらちょっと裏返してみて。あ、裏返し。はい。あ、ニコニコマークだ。え、スマイルが行きました。やったー。やったー。見てこのグラス。いいでしょ。あ、本当だ。ああ、ニコニコ入ってんだ。みんなに、なるほど、なるほど。ここだけニコニコ。最初に火がコロナに1個しかないの。だった、一番最初に。さあ、なるほど。して、これが何さ、なんか、で、帰りに今度、あ、その花を持って帰る。あ、なるほど。いや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 、それは素晴らしいわ。いや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 、その花は5000ぐらいすんでね。私、引いてもニコニコにならない。一番最初に、うん、一応妖帝三六の町村の野菜を持ってきまして、作っています。右側の上からユリキントンばっかりですね。で、ユリキントン真ん中が青大豆のひたし豆です。これは山形県の郷土料理です。山形県、すごい、そうなんで、福島の郷土料理。左側、紅白ナマスにタコが入ってます。あ、タコ入ってるの。はい。で、その手前に、ごぼうですね、たたきごぼうです。あと真ん中が、ポテトサラダにスモークサーモンを添えています。で、あとはルスツの、長芋に、これ何が長芋と椎茸だ、はい、長芋と椎茸の炊いたのに。なるほど。おお、よかったです。これなんかね、チーズポーチの、あ、ゴーゴーのなんか酒粕漬けチーズ。酒粕チーズ？なんだろう。ちょっと取って。あ、向こう向こう持ってって。いやいやいや。いや、今取ってみんな。ちょっと一つだけ取ってくれって。食べるね。味感想言えねえ。なんかここに先かせてもいい。なんだろう、これ何塗ってるの、これ。酒かす。
あはあ、チーズに先かすかよ。熟成系のチーズでこれに近い味のやつ、ね、いろいろと考え、すごい豪華だね。お正月になったけど、ホタテ、いやすげえなこれ。今日めちゃくちゃいい。ここであれ少ししましょう。今日も少しですから。本当ですね。明日はヒストリア。新メンバーが加わったところで。はい、ね、はい、いいですか、今年1年ご苦労様でした。いらっしゃいませ、はいはい、すごい地元感だった。地元1人買ったじゃないですか。どちらからなんですか。私は東京からなんですけど、今娘はあのエレツにいます。そうなんです。今年の4月から。大学生、高校、あ、高校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 人間さんに次の肉食べたらダメですよ。輸入物なんだ。あ、そうか。国産はこれですよ。これこそ北海道、これ国産、国産、国産なの。北海道の鹿で、いいよ、すべて。俺はあんまりこうやってやっても蒸し焼き嫌いだから。あ、そうだね。やっぱりジュッて焼いたほうがいいよな。だからこれあの茹でた感じになるからダメなんだ。野菜をずらしてこうやってここで焼くんだ。分かんない、分かんない。いやいや、それならいい、それならいいわ。そういうことでしょ。それなら許す、それなら許すの。許すよ、許して。鹿肉のジンギスカン、北海道ではジンギスカンと言わないんだけど、普通は鹿肉の焼き肉なんですけど、タレがジンギスカンということは、まあ、許していいかな。これはランコシの名前、エゾシカらしいです。じゃあ真面目にランコシのエゾシカ。菜の花だな。菜の花美味しいよ。また今来るやん。今取れてないんだもん。春の味なのに。あ、でも山菜の本当の美味しさを知らないね、まだね。まだ分からない。シリコンエッジの一気だね。これはランコシの鹿肉です。ランコシの肉です。分かるな。いや、あの結局って言ったら、今まだね、頑張ってる。いや、2択なんだから。うん、ちょうどほら、バレンタインの最後ね。ちょっとロマンバラだから硬いのがいいよね。シッコリーヒンズがいいんじゃない。あれ、同じですよ。いや、でも美味しいよ。シッコリーヒンズの美味しいとないですよね。塩コショウが効いてる。そんなしょっぱくないでしょ。いろんな種類入ってたよ。本当に。これ男は当たらねえの。男はダメだよ。当たらないでしょ。同じ人が取って余ったら当たるかもしれない。しっかりした差別多いな。せっかくだからね、持って帰ってもらって全部どうぞ。これから1月5日まで食べたらいい。あの、みんなで泊まりの人から全種類こうカブバって泊まりの友達の方とかとも一緒に。締めを持ちまして、はい、3問締めで締めたいと思います。